元祖国民の恋人と呼ばれた女優の戸分幸代さん。言わずと知れた昭和の大女優で、恋多き女と呼ばれたほど恋愛の達人でもあります。今までずっと独身を貫いているのは一体なぜなのか気になったので調べてみることにしました。戸分幸代さん、一時期巷では亡くなったのではとまで言われ心配されていましたが、それはどうやら長年苦しんでいた変形したくるぶしの手術とリハビリのためお休みされていた時期があったからのようです。今でも随分お若く見えますが、すでに77歳だと言います。東京は日本橋に生まれて、父は往年の名脇役の戸分久夫さんという俳優で、とはいえ稼ぎが少なくて戸分さん一家は常に赤貧状態で、よくコロッケや氷を売って家計を支えています。運よく銀座でスカウトされて雑誌の少女モデルとして活躍。1958年に NHK 初の連続ドラマバス通り裏で主演に抜擢されブレイク。大人気のこのドラマに続いて59年赤春調で映画デビュー。その後しばらくは役に恵まれませんでしたが、40歳近くなってから大化けします。80年映画震える下、85年花一門目でブルーリボン賞主演女優賞獲得。95年日本一短い母への手紙で日本アカデミー賞主演女優賞受賞され、名実ともにトップ女優となった戸分さんですが、数々の成功とは裏腹にとんでもない経験をされています。戸分幸代さん、実は1959年映画赤春調で共演したカントリー歌手で俳優のモテ男小坂和也さんと交際を始め、戸分さんは17歳、小坂さんは24歳の時に、そのまま事実婚状態となります。74年、内輪で結婚式を挙げますが、未入籍のままだったといいます。ですが翌年、突如、戸分さんは離婚を発表することに。その経緯は、結婚直後で15年間も連れ添った戸分さんに、小坂さんの方から別れてくれ、とだけ言われたのだとか。大声で怒鳴ったり、泣き叫んだりして、何度も話し合ったけどダメだったとか。別れの真相は、小坂和也さんの浮気。以前から女性関係にルーズでしたが、その相手とは、ドラマ「水中花」のバニーガール姿で世の男性のハートをわしづかみにしたあの美人女優、松坂慶子さん。きっかけは74年ドラマ「阿蘇の女」での共演でした。松坂さんは22歳で、小坂さんは39歳。松坂慶子さんは世間から略奪愛だと猛バッシングに舞い、結局2年で破局してしまいます。国民的大女優の若き日に爪痕を残すなんて罪な男ですね。しかし戸分さんと松坂さんにとってこの別れは悪いことばかりではなかったのです。というのも、戸分幸代さんは破局して数年後から各賞を総なめするほど成功し、また松坂慶子さんも破局後の映画「青春の門」「蒲田行進曲」で81年82年の日本アカデミー賞最優秀主演女優賞ほか、数々の名だたる賞を受賞し続け、結果的に戸分さんと松坂さんは80年代の顔となりました。不思議なものですね。ですが小坂さんと別れてから戸分幸代さんは次々と沖縄を流し出します。それも超大物俳優の高倉健さん、そして竹脇無我さんに至っては妻子ある男性との不倫でしたし、その他にも噂になったのは三浦友和さん、寺尾明さん、井上純一さん、一般人の歯科医や青年実業家、雑誌編集者と
まるでマスコミを嘲笑うかのように次々と。しかし歌手西城秀樹さんは別格だったといいます。戸分さんが西城さんの舞台を何度も見に訪れたり、朝ホテルで2人がコーヒーを飲んでいたところをスクープされての熱愛発覚だったといいます。当時戸分幸代さんは46歳、西城秀樹さんは34歳、12歳差は好奇の目にさらされましたし、西城さんのファンからもかなり批判が多かったようです。そもそも2人の馴れ初めは89年 NHK ドラマ夜の長い叫びでの共演で、 NHK ドラマ初出演で緊張している西城秀樹さんの世話を戸分さんがして、距離が縮まり交際するように、まさに劇中同様の関係がそのまま恋愛に発展したということです。その後交際中には、90年にはアメリカ西海岸へ10日間の逃避行して、なんと2人揃って堂々と帰国したり、大雪の日の正月公演に向かうのに2人揃って着物姿で電車に乗って大騒ぎになったりしたのだとか。でもこれは西城秀樹さんの豪快な性格が影響したからかもしれません。当時西城秀樹さんは戸分幸代さんのことを、これまで付き合った若い子と比べて大人の話ができるし、仕事の相談もできる、キャパシティが大きいから一緒にいて楽なんだ、そう友人に言ってたそうです。当時の戸分さんはマジで46歳という年齢を超えた美しさでしたし、キャリアも人脈ももちろんありましたから、西城さんがそういうのもわかる気がします。しかし12歳差の2人の恋愛は90年半ばまで続きますが、突然の終わりを迎えます。92年、秀樹さんは自らラジオで2年前の破局を明言し終止符を打っていますが、戸分幸代さんのコメントはないまま、かれこれ28年後、突如戸分さんは2人の真相について、名前こそ伏せてはありますが、自叙伝愛し続ける私で激白、32歳の別れ以来結婚しないと決めていたにもかかわらず、彼とは婚約寸前まで行きました。私が結婚というものに一番近づいたのはあの時だったように思います。その頃には仕事にも少し余裕が生まれていて、今なら結婚という選択肢もあるのかもしれないと思ったのです。実は婚約発表会見を1週間後に準備するというところまで行きました。それでも2人の周囲には反対する方がたくさんいました。自分の親、兄弟、彼のご家族の反対を前にしたら、私はそこから先に進めなくなってしまい、迷いを振り切っても結婚するという覚悟が私にないと知って、彼は去っていったのです。このことは2人の関係者からの多数の証言から事実なのが明らかで、なんといっても西城さんの母親や祖母の孫の顔が見たいという思いと、年齢的に子供は難しいという現実、やはりそこだったのでしょうか。それでも西城秀樹さんは友人に、子供がいなくてもあの人と一緒にいたいんだと漏らしていたそうです。辛い別れとなったようです。しかし巷ではこの内容よりもこの本の出版のタイミングに批判が集中することに、というのもこの愛し続ける私が出版されたのは2018年10月です。西城秀樹さんが逝去されてわずか半年後で、しかも妻の木本美紀さんの著書「青い空へ夫西城秀樹との18年」の出版がわずか1ヶ月後の11月だったことで、ネットで批判が殺到。秀樹さんの家族のことを考えないのか、頑張って介護した奥様が本当に気の毒、その逆もあってきっと今でも愛してるんだよ、もろもろの批判が殺到する中で、
戸明さんの事務所は偶然だと釈明したものの、戦略的な疑念が晴れるどころか焼け石に水で、渦中の戸明さんは弔問には訪れず、ご本人は心の中で、さよなら、と言っただけだとか。が、しかし、やはりそれだけでは、その思いは捨てきれなかったわけですね。魔性の女とさえ言われたが、本当は一人の女としての純粋な愛だったことを知ってほしい。そんな思いが込められていたのかもしれませんね。いかがでしたか？あなたはどう思いましたか？戸明幸雄さん、今も婚活中なんだとか、そのいつまでも恋に生きる前向きな姿はすごいなと思う反面、ふと思ったことがあります。女は恋愛を形に残し、男は恋愛を思い出に残す。だから女性は前に進めるのかもしれませんね。まだまだ元気で頑張ってほしいですね。それではまた次回お会いしましょう。